2023年京都大学英語講評ですね。なかなかだね。頭でっかちの構文とか、こんな言っちゃいけないのかな。ここで始まりましたモチェスチャンネルです。さあやっていきましょう。2023年京都大学英語講評ですね。いやー、やっぱりね、難しいよ。またね、がっつり来ましたね。説明問題一切なし。はい、和訳のみの6本セットでございまして、その後に和文英訳。無事よ、この和文英訳もう何なんだよ。なげえよ。そして、まあ、ある意味条件英作文的なやつ。会話があって、会話をこう埋めていくやつですね。まあ、昔東大にちょっとあったやつの長いバージョンみたいな感じですね。そちら見ていきたいと思います。はい、どうだったでしょうか、受けた人。あんなのどうやって解くんだみたいなね。行きましょうか。和訳の方は、まあ、去年よりはできたよみたいなのが多かったかな、コメントとしては。ただ、それでも十分に難しいですよ。大問1の方が、まあ、2よりは優しかったと思いますが、はい、最初行きましょうか。The more stuff we have to think about and focus on, the less time we are able to devote to each particular thing. ザプラス比較級ですね。比較級がめっちゃ多かったよね、これね。なんか、たくさん出てたけど、もっとね、多くのことを考え、集中して、そうなればなるほど、the less time we are able to devote, devote,The less time to ですね。Devote A to B の形。Each particular thing ですね。だからそれぞれのことに使える時間っていうのがなくなるわけですよね。People are quick to blame the internet for this reduced attention span. この注意を向ける、そのスパンが短くなったっていうのが、インターネットが悪いんだっていうふうにすぐに文句言うと。Be quick to do と blame A for B. But while social media certainly plays its part, it is not entirely to blame. ソーシャルメディアっていうのが、まあその一部の役割はね、になっているかもしれないけど、その原因になっているかもしれないけど、it is not entirely to blame ですね。はい。何々 is to blame ですね。だからそのソーシャルメディアっていうのが完全に悪いわけじゃないよ。っていう風に言ってるわけね。はい。で、次。It isn't that our total engagement with all this information is any less, but rather that as the information competing for our attention becomes denser, our attention gets spread more thinly, with the result that public debate becomes increasingly fragmented and superficial. あ、めんどくさい。It isn't that, まあ、和訳問題よく出ますね。こうじゃないよ、つって。で、そうじゃなくて、but rather that だからこっちだよ。私たちのこの情報全部に関わる、関与するっていうのが少なくなるわけじゃないんですね。減ってないよってこと。But rather, むしろこうなってる。As the information competing for our attention, 私たちのその注目を集めようとする情報だよね。compete for ですから、それを求めてるね。っていうのが、よりこう密度がデンスになっていくと、our attention っていうのが広がる。more thinly ですから、薄くなるわけね。情報がバーっといっぱいあって、それによって、こう、attention がどんどん薄く。なりますよね、当然。で、with the result that ですね。で、結局こうなるよ。Public debate becomes increasingly fragmented. その人々のこのディベートっていうのが断片的になって、superficial ですか、表面的なものになるって言ってます。はい。まあ、この注意っていうのが、この散らばるっていうのの話ですよね。で、最後ですが、But taking some time to dig a little deeper into a subject and weighing up the evidence, the pros and cons about an issue before making up your mind can help you make better decisions in the long run っていうので、構文が取りづらいよね。このだから、taking の動名詞の塊が can の前まででしょ？なげえよ、主語が。はい、時間取って、dig a little deeper into a subject ですね。そうだ、あることに関して。で、より深く掘り下げる。あ、掘り下げるってなんか、東大の問題あったな。で、ウェイアップだから、こう比較検討するんで、こう測るんで、証拠。で、その証拠っていうのが、この the pros and cons でね。だある問題 に関しての証拠。で、つまりある問題の良い点、悪い点っていうのを決める前にですね、決定する前に考えるわけです。より深く考えることによって、help you make だから SVOC ね。better decision in the long line とか長い目で見たら、より良い決定をするのに役立つことができるって言ってます。まあ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 、なかなかだね。頭でっかちの構文ときついよね。続いて、もっと大変になります。はい。コンシャスネスだったよね。そう。意識ってやつね。まあ、昔は出たよね。こういう条文ね。Such philosophers see consciousness as Louis Armstrong purportedly saw jazz. まあ、purportedly、こうだと言われてるみたいなんですよね。だから、そういった哲学者の人たちは、意識ってものをこういう風に見てるよ。ルイス・アームストロングがジャズ見ていたと言われるようにみたいなやんなきゃいけない。めんどくさい役だな。If you need to ask what it is, コンシャスネスが何だと尋ねなきゃいけなかったら、You're never gonna know. 知ることはないと。コンシャスネスが何だか。Indeed, the task of explaining consciousness to someone who professes not to know, and there are philosophers who do profess this,
It's much more challenging than that of explaining jazz to the uninitiated. またこれも長いね。主語がタスクでしょ。 The task があって、動詞が is だもんね。めっちゃ離れてるね。It's much more challenging. だからここが C ですね、主節の。意識ってものを説明する誰かに。で、誰かってどんな人って言ったら、こうだと公言してる人。意識っていうのを知らないよと公言してる人に意識を説明する。そして、まあ、こう挿入部分があって、そういった哲学者も、who do profess this ですから、実際に知らないよ。意識がなんだかわかんないよって公言している哲学者もいると。そういう人たちに説明するコンシャスネスっていうのをっていうのはずっと大変だよ。これより何よりもっつったら that of the task ですね。だからこれもつまりジャズを知らないってことでしょ。このアニシエイデッドっていうのが、まあだからアニシエイデッドって初心者みたいな意味ですけど、そういう人たちに説明するのよりももっと大変だ。コンシャスネスってものを説明するのは大変だっていうことです。2、 Some of the very same philosophers who think that nothing can be said to enlighten those who claim not to know what consciousness is have found quite a bit to say about what it is to those who claim to already know. めんどくせえ。The very same ね。same の強調ね。はい。同じフィロソファー。こうだと思ってる。Nothing can be said. 何も言うことはできんと。こういう人たちを啓蒙する。こういう人たちに教える。なんていうのって言ったら、who claim to not know. あ、to not know っていうのは not to know と同じです。未だにnot は to の前に置かなきゃいけないって教える人いますけど、そんなことないです。what consciousness is. 意識っていうのが何だか知らないという人。には何も言うことないというその哲学者たちが I found quite a bit to say だから言えることいっぱいあると、はい、で何言ったら say about what it is ね、はい、consciousness とは一体何で to those who だからこういう人たちに言うと claim to already know すでに知っているよという人にも言うこといっぱいあるって気づけでしょっつって、ね、知らない人に言うことなんもないよって言ってる人が知ってるよっていう人に言うことたくさんあるって気づくよねみたいなそんな感じで面白いね。知らないよっていう人にあ言うことないっす知ってるよ。いやいやいや、みたいな感じ。はい、次です。投げ、the claim that to be conscious is for there to be something it is like to be you can be described in terms of having a point of view or perspective. この部分面白いなの。こんな言っちゃいけないのかな。世の中にはですね、構文を取るマシーンがあるんですよ。まあ、ちょっとネガキャンになるというのなんで。あ、これ、そのマシーンでも取り間違えるんじゃないかなと思ってやったら案の定取り間違えてましたよ、この部分。で、conscious である、意識的であるっていうのは for there to beですから、はい、There is 構文のね、to 不定詞の形ね。For there to be something. It is like to be you ですね。あなたになるっていうのがどんなことかっていうのの何かであると。もう意味わからない、ね。という主張は can be described. はい。That claim can be described ですかね。In terms of having a point of view. 視点を持つ。Or a perspective. まあ同じ意味ですけど。まあ何かしら言い方を変えてやればいい、ね。だから something it is like to be のところね。It is like to be you をsomethingにかけてくださいね。だからほら、What is it like to be 何々ね、なんとかになるっていうのはどんなのかっていうのあるじゃないですか。あれを知ってれば、あ、これかかるんだったわけですね。で、これ it は to 不定詞以下を指してるわけ。で、to have a point of view in this sense、はい、この意味で、point of view を持つってことは、is simply to be the center of conscious experience、conscious experience の中心である。Of course, to explain consciousness in terms of having a point of view and then to explain what it is to have a point of view in terms of being conscious is circular. Right? まあ、to ステージは長いですね。to explain blah 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 and then to explain blah 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 is circular. だからね、言うんでしょ。to ステージを主語にすんなと。to ステージを主語にすんのはすげえ硬い文だからってよく教えるんですけど、こうなんですよ。はい、the consciousness ってね、意識っていうのを視点を持つという点で説明する。で、その後に what it is to have a point of view ですね。その視点を持つっていうことが何なのか。あ、さっきの what it is to ですね。in terms of being conscious.視点を持つということを意識的観点から説明するっていうのは循環論ですね。か、回ってる。意識について視点で説明する。で、視点は何っていうのを意識の点で説明するって言ったらそれも循環論ですね。っていう感じでした。はい、もう難しいでしょ。はい。大変だった。構文とんの。まあ楽しかったけどね。構文好きですから自分自身は。楽しませていただきました。はい、続いてめちゃめちゃ難しい和文訳ですね。人間損得感情で働くとろくなことがない。難しいね、損得感情。どうやって訳します？後で見返りがあるだろうと便宜を図っても、恩恵を受けた方はコロッと忘れているものだ。そうです。そういう人間ね、損得してしか動かない人ってそういうもんです。その一方で善意で助けた相手がずっと感謝していて、こちらが本当に困った時に恩に報いてくれたこともある。情けは人のためにならずというが、まさに人の世の真理をついた言葉であると。では、訳しづらいし、情けは人のためにならずっていうのが、なんかやっぱ間違った風に使われているって
コメントいっぱい来てると思う。その情けをかけない方がいいみたいな使われ方をしてるけど、そうじゃないよ。良いことをすれば、良いことを受けるに値するみたいな。まあ、辞書とかでよく、なんだっけ、one good turn deserves another。そうです。だから、ちゃんとした日本語の意味も知ってないとダメってこと。まあね、実際、そういう人が多いからね、基本的にその損得感情でしか動かない人がいるから、だから結局、お互い利用し合ってみたいな感じになって、おじゃん。みたいなね、関係性っていうのはよくあることですよ。で、やっぱその損得感情じゃない人が残っていくよね、結局は。そうじゃない人たちは本当に、大体お別れしていきますね。ジョーとナオミですね。I was just reading an article about lying. Did you know that most people tell lies every day? はい。毎日嘘つくって知ってた ?What?Is that information accurate? 正確なの? I have some doubts because...、ね、はい、嘘をつかないっていうことに関して書けばいいですね。正直であるみたいな。Yeah, I had a hard time accepting it at first too.、ね、最初は受け入れがたい。But then I considered white lies.、ね、white lies って、まあ、これよくアメリカで聞いた表現だけどな。I'm not sure I understand. What are white lies? There are small lies that most people think are harmless. It's like telling someone that their new haircut looks nice, even if you liked their hair better before.、ね、あの髪の毛。よくないなと思うけど、いいねって言うと。You tell the lie just to make them feel better. 気持ちが良くなるように。Or I get it.So another example might be っていうので white lies ね、はい、嘘、相手の気分を損なわないような嘘を書きましょう。 Right, but white lies are not just used to make people feel better. Any small lies that do not really harm anyone are called white lies. For example, if you forget your homework, you might 相手に害を与えないように宿題忘れちゃった、でも後伝でみたいな、なんか言い訳かけるんじゃないですか。 I have to confess that I have told a lie like that before.In fact, I suppose that telling white lies is necessary for society because ちっちゃな嘘、相手を傷つけない嘘が必要な理由を言うと。Yeah, I guess it is important for those reasons. っていうのでおしまい。まあ、ここはパッと想像力的なものを使って書ければいいかなと思います。はい。やっぱ和文訳はむずいし。そして構文もやっぱりね、大変だなと思いました。はい。受けた皆さんお疲れ様でした。いや、すごいと思うよ。マジで。くしょ。ありがとうございました。Thank you for watching.